皆さん、こんにちは。サリミちゃんのしほと、リミです。はい、というわけで、今回はですね、久しぶりに、というか久しぶりじゃないんだけど、パパにドッキリを仕掛けていこうと思います。はい、ということで、今日はどんなドッキリをするかというと、一応ね、あんまりないことなんだけど、今日の夕飯がまずマックという設定で、みんなでマックを食べます。マック大好きなんだけど、パパのマックは、うん、マックの中身はどれでもハンバーガーに、ハンバーガーだったらどんな反応するかというドッキリを仕掛けていきます。で、今回はね、照り焼きバーガーで、うん、ドッキリをしようと思って、このね、ハンバーガーは照り焼きを買ってきました、はい、でね、ちょっとリミの前に空のね、マックのセットがあるんだけど、みんなあんま深く見ないでください。これはママがさっき食べちゃいました、全部。なので食べたて？何？ほやほや？なんていうの？食べたてほやほやなので、あんまりじっくり見ないでください。今からこちらの空になったマックの容器に、こっちのドムドムのセットを丸っきり移します。あのね、見ていい？うん。あのね、うん、ママが飲んでるでしょ？これ。うん。それで、パパが飲むから、うん、ママの口自然をパパが飲む。うえ。違うよ。ストロー買えばいいんだよ。そうだよ。そっか。そっか、さ、ストロー刺さってたらおかしいもんね。あ、じゃあどっちかが犠牲になってまだあるから、うん、これね、これを添えておきましょう。うん、だから大丈夫だよ、リミ。おえなんない。ね、はい、みんなでもドムドムバーガーって知ってるかな？知らんも知りませんね。知らないかもしれないけど、ママとかパパとかの世代の人はきっと知ってる人も何人かいるんじゃないかなと。ね、ママもね、若い頃ドムドムバーガー食べたなって記憶はね、あるので、パパもね、ドムドムバーガーね、昔よく食べてたって言ってた。わかるんじゃない？この味をわかるかどうか、思い出せるかどうかね。マックのさ、包装紙に包んでてさ、食べたらさ、もう絶対リミわかる。ねえ、わかんないよね、きっと。このハンバーガーわかったんじゃない？ねえ、じゃあパパはわかるでしょうか？しかもパパはハンバーガーだけじゃなくて、ポテトもコーラも全部入れ替えちゃう。コーラは同じだった。わかんない、お店によってちょっと違うかもしれないよ。うん、なんか量もちょっと少なそうじゃない？そっちの方が、ね、大丈夫かな？なんか少ないとか言わないかなとか、なんかこのコーラ少なくない？まさかね、そこまでケチじゃない。ケチじゃないから。わかんないけどね。じゃあどうしようか、移し替えてみようか。私コーラ移し替えた。うん、じゃあ2人で1個ずつ変えてく？いい？このままでいい？うん、お、いいんじゃない？じゃあ移し替えちゃうよ。うん、お、リミできたポテト一気に。リミちゃんこぼさないね。じゃあ氷も入れちゃう？うん、氷も全部入れて。あれ、マックって氷入ってるの？うん、あ、入ってる。結構いいからぴったりだったね。ねえ、どっちのうちに入れればいいの？うん、そうちょっとね、髪がぐちゃぐちゃなんだけど、一回間違えて丸めちゃってさ、ちょっとぐちゃぐちゃなんだけど大丈夫だよね。パパそんなこと気にしないの？うん、気にする人じゃない。そうだよね。気づかない？気づかん。っていうか、照り焼きのさ、匂いで。何の匂いで？ふっくりー。汚っ。ちょっと汚くね？汚っ。ちょっともうちょっと綺麗にできない？パパ。こうかな。こうして、もっときつくやった方がいい。こうして、この辺。あ、どう？ほら。どうでしょうか、皆さん。わからなそうですよ。ママ見ると私たちがやったの汚いね。じゃあちょっとさ、これとポテトとコーラをちょっと、これだったっけ、うん、これをこんな感じでちょっと置いてみてください、セットで。なんかリミが触ってた。あ、ちょっと私はハンバーガーがぐちゃぐちゃになってきました。ハンバーガー照り焼きバーガー。いや、なんかリミが触ったから知らないけどさ、うん、なんかみんなどんどん崩れていくよ。いいか、これでも。うん、いいよね。
はい、こんな感じでこれできました。なんかむき出しで置いといたらなんか変じゃない？確かに、いつも置いてないから。うん、じゃあこれに入れとこうか。綺麗に入れられる？入れられんよ、こんなの。リミ、普通、頑張って。じゃあママやろうか。リミ、手短くて届かない、うん、ちょいやちょいやパパセットでございます。はい、こんな感じで綺麗にね、入れました。机の上綺麗だよ。あ、帰ってきた。わー、かわいい。そう、今日はマック企画です。もりもり食べるもぐもぐ動画です。うん、パパのチーズ。だから今日ね、夕飯ね、マックなの。うん、珍しいけど。やっぱヒゲ大丈夫か。朝取ったんでしょ、だってどうせ、うん、何どうせ何どうせどうせ。やっぱりこれパパも入るの？うん、一応。じゃあリミ、ちょっともうちょっと詰めてあげて。もう食べてみて。で、パパもうちょっと、じゃあほら、ちゃんと入って。パパ、こっち映ってるかな。パパ、手洗った？ちゃんと手洗いうがいして、この時期。水を洗ってないのがカメラに映ってるぞよ。なんで？あ、そうだ、ダメ。なしてパパ一瞬止まってピーチ。何ピーチ？大丈夫リミ。ちょっと口見せない。モザイク。リミ、送ってもつぐんだもぐもぐだよ。そう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 。これから1分間さ。うん。1分間食べるの？無言で。早食いじゃないよ。食べてはいいけど笑っちゃいけないね。じゃあ1分だっけ、うん、1分間ね。じゃあ1分間測ります。いいですか？よーい、ドン。始まりました。なんかすごい湿って、湿ってんだけど。ごめん、時間経っちゃった。食べよう。なんかこれ、ほら、溢れてんだけど。あれ、どうした？なんで溢れてんの？あれ、お店の人が失敗しちゃったのかな。リミ、アウト。溢れた。パパも笑ってた？うん、パパ笑ってた。みんな喋ってるけどいいの？うん、笑ってはいけない。笑わなければいいんだ。何秒？あともう15秒。早っ。なんか炭酸がないんだけど。笑っちゃった。もう笑った、パパ。パパアウト。時間が経った。3、2、1。終わりー。なんか髪がなんか、しなしなになって。はい、時間経ちすぎちゃったかな。うん、照り焼き。パパの照り焼きだよ。私はレーコンベダスバーガー。なんか照り焼きのタレが入ってない。それで十分って思ってつけなかったんだ。何言ってんの？お店の人だ。うん、美味しい。でも美味しいよ、美味しい。でもなんか違う。なんか味が違う気がする。そうなんだ。うん、風邪ひいてるじゃない？だからかな。うん、ちょっとちょうだい。どうしたの？ちょうだい。今日の女でポテト交換し合ってるの？なんか美味しい。なんか美味しい？どっちが？こっち。胡椒がすごいついてる。胡椒？マックはすごく、マックは胡椒は効いてない。効いてない。そうだよ。気のせい。食べようかない。なんかパパちょっとだんだん分かってきちゃって。何が？なんかね、色が違う。こっちがね、濃
濃くてね、こっちがね、薄い。え、一緒じゃね？一緒だよ。一緒だよ。でこっちね、胡椒がいっぱいついてる。これ何、しーちゃん作ったんでしょ？しーちゃん作ったの？じゃあマックのじゃなかったら何？これ、しほりみが作ったハンバーグ。どこ以外は？照り焼きのタレってなんか、どうやって作る？照り焼きのタレは作れるけどさ、どうやってハンバーガーって、あー、焼肉かと、こうやってパンパンパンって焼いて。すごいね。じゃあもう言う？もう。だったら正解が分かっちゃうけど、歌っていい？分かんない、分かんないかな。てれてれてて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 。ハンバーガーならゴムゴム、うまさで選んでゴムゴム、ジャンボが280円、うまい話。ゴムゴムだったらうまくいく。てれてれてて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 。わかった？てれてれてて。てててててて。でれてれてて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 。どう、わかった？ドムドム。ドムドムだったら。うん。正解。せーの。やっきー。大成功じゃないかな。また見てる、バイバイ。ちょっと、うーんとか分かんない。もう眠いそうです。おやすみ、おやすみ、おやすみなさい。みなさん、こんにちは。そりみちゃんのしほです。はい、というわけで今回はね、バレンタイン、皆さんもすぐバレンタインですよね。ということで今回はバレンタインのチョコを作っていきたいと思います。で、私は100均のものとこのね、キットを使って作りたいと思います。それをね、あの前動画の中でキットね、買ったやつ、はい、で、下にあるのがダイソーで買ったやつです、はい、なんかね、お友達からももらったりしたので、うん、一応ね、何個か、あとパパとね、うんうん、ということで、じゃあしほちゃん作るんですよね。はい、頑張ってください。早速作っていこう、うん、もう溶けてきた、うん、まだまだチョコありますよ。溶けました。食べたいぐらいです。じゃあ次、ホワイト、わさびと練り梅入れます。どうぞ。入れました。いや、わさび大丈夫かな。こんなもんでいいかな、うん、じゃあ蓋をします。はい、じゃあこんな感じ、こんな感じになりました。わかんないよね、うん、ちょっとはみ出してる感はあるけど、梅がわかんないよね。で、こっちのカラフルスプレーかけた方が梅で、こっちのピンクがちょっとある黄色い星がわさび。はい、汚いんだけど、どうしよう。ママが作ったのこれだよ。うん、すごくない？うん、シホ汚いな。シホが作ったの。はい、じゃあね、一部だけで出来上がりました。はい、まだちょっと冷蔵庫で冷やし途中のもあるんですけど、これね、もう出来上がったっぽいのでね、はい、こんな感じでラッピングしてみました。はい、で、これとこれがドッキリよね、うん、この2つちゃんと間違えないようにしないと、うん、はい、じゃあね、パパが帰ってきたら食べてもらおうね。うん、で、きっとパパはこれ超まずいと思うのね、うん、だってこれが、なんだっけ、
わさびで、こっちが練り梅なんだけど、美味しいと思って食べて、きっとうってなると思うんだよ。さあ、しほちゃんはどうすんの？そう、泣く。泣かしてしまったら、もうどういうの？ね。そう。本当泣かなくてもいいから。真似でもいいしね。真似だけでも多分、だいぶダメージが。そう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 。お、上手。そう、そんな感じで演技がね、ちょっとしてみましょう。はい、頑張るぞ。あれ、リミはどうすんの？え、リミこれ食べて。それ食べてんの？美味しいか。じゃこの紙袋に入れて渡そっか。はい、うん、あ、大丈夫かな。うん、大丈夫大丈夫。してください。こんな感じね。はい。はい。かわいい。よし、じゃあこれで準備万端だね。うん。シロンが下にいる。何時に帰ってくるかな。ね。まあでも帰ってきたらチョコレート渡したらって言ってまたカメラね回せばいいか。うん、あれ。帰ってきた。あの子今鍵がガチャッと開いた。隠れなきゃ。何しよう。隠れ。ほら帰ってきちゃったよ。いやいや。出ちゃうよ。今日寒いんだけど。ただいま。帰り早いね今日。うん。ちょうど今ね、うん、パパのチョコをねつめつめしてた。うん。ね、ちょバレンタイン。うん。本当。ありがとう。早っ、もう落ちた。じゃあちょっとここでさ、せっかくだからパパさ食べようよ。え、映ってない。みんなで食べようよ。うん、動画撮るんでマスク全部取ってさ。なんで旋回なの。そりゃそうでしょうね。せっかく娘がバレンタインのチョコをくれるっていうの。大丈夫かしら。じゃあせっかくだから食べてもらおうか。うん、コロンがうん、うん、早く食べろって言って、うん、オープン。2個あるよ。うん、どう、かわいいです。うん、ね、これすごい。ちっちゃんが作ったリミ何もしてない。何、そういうこと暴露しないで。そういう時はリミもちょっと手伝ったってかわいく言っとけばいいの。正直でよろしい。リミはもう余ったものをこうやってペロペロしてた。いただきます。なんかお腹が痛い。誰、私。お腹が痛い。食べるじゃん。いい、リミ、まあ、もう勝手にリミになるんだよ。でもママだよ。ママだよな。ペコペコ。ママペコペコ。早く食べてよ、ま、もう。じゃあいただきます。はい、はい。どう？何する？甘い。甘い。おいしい。うん、おいしい？おいしい。なんか栗の味がする。栗？栗。マロン味。これじゃない？なんでマロンなんだろう。ホワイトチョコなはずなの。うんうん、うん、一気にガブっていっちゃったら。なんで、怖いもん。味わって食べてんだって。なんかクリスマスケーキのね、うん、お人形の砂糖菓子っぽい。あー、すごい甘いってこと？超甘い。へえ、そっか。でも本当に甘いんだけど。ダイソーのチョコレートだけど、甘いのかな、ダイソーのチョコ。うん、うん、うん、どうした？え、何？うん、ティッシュ？何出すの？え、いやーな、いやーな。はい、ティッシュ。え、水、水、どうしたの？なんかしょっぱい。え、しょっぱい。しょっぱい。今度はどうする？
んで？だってそんなせっかく作ったのにさ、なんか吐き出すし、しょっぱいとか言われたらさ、悲しいじゃん。それ、いちごだよ。いちごジャムだよ、それ。しょっぱいいちご。じゃあ、リミ、これ食べてみて。パパの口すぎる。ちょっと。ひーちゃん、泣かないんだよ。ひーちゃん、泣いて。なんす？ひーちゃんが泣いてる。ひーちゃん。ひーちゃんがうるうるに。ひどいね、パパ、しーちゃん。うん、ひだひだひだすぎる。しょっぱくておいしい。意外とおいしい。パパ、食べないわ、全部。そうだよ、全部食べないの。もう、鼻水出てきた。じゃあ、もう一個、もう食べる。もう一個はね、絶対。しーちゃん、これ何入れたの。いちごジャム入れた。いちごジャム、賞味期限やばかった。うん、ちゃんと見て。昨日買ってきたばっかりだよね、うん、昨日ね。じゃあこっちか、スーパーマーケット。いちごジャムが苦手ならこっちの方がいいかな、ね、うん。これ何味なの。これはなんだっけ。食べてからのお楽しみだよね。そうだね。言っちゃったらつまんないよね。じゃあ、いただきます。なんでそんな一口が小さいの。ん、一口が…え、そんな一個食べれる。こんな…結構でかいアイス、もうちょっと…アイスじゃないわ、チョコ食べてね。アイスだったらめちゃくちゃいくよ。アイスって…え、なんで吐き出すの。うーん、え、だった。どうした。ドッキリ。ドッキリじゃないよね、一生懸命作ったんだよ。待ってもらう。なに、カビ。カビ、カビってる。カビ、カビ。わさびの味が。カビだー。ちょ、入れてんの。入れてないよね。ひどいね。犯人は？ひどいね、しーちゃん。犯人は？私、お茶粉しか入れてない。犯人はリミ。ひどいね。ちか、リミ何もしてない。そうだよね。リミ、後でチョコをあげるから本当のことを教えて。リミもしてないよ。やっぱり、心も怒ってる。どうすれば、どうすれば。娘二人を泣かせて。じゃあみんなで食べようよ、これ。娘二人を泣かせて、パパはいちごとカビどっちがいいの。いちごとカビ。いちごがいい。リミ泣いてる。なんで、どうして、パパがチョコまずいって言うから。リミ、どうすれば。ちいちゃんが近くに来たよ。ちいちょっと。あれ、蓋閉めてるよね、見て。何気に蓋閉めてる。美味しいからまた明日ちょびちょび食べようかな。チョコは溶けちゃうから。冷蔵庫入れれば大丈夫だ。美味しいから味わって食べるよ、ね、今味わって。やだ、会社に持っていこうかな。やだ、自慢するのやだ。本当に食べる。はい、じゃあネタバラシをしましょう。もう、せーの、ドッキリ大成功。じゃあこれなんだと思う。あの、いちごジャムは、梅干しじゃない。ピンポーン、練り梅で、緑のカビはわさび。ピンポーン、やっぱわさびの味した。あ、おならした。ちょっとびっくりした。しほちゃんが泣いて、どうしたんだろうって。リミ、ほんと
意味なんて本当にない。どうした？意味はなんで泣いたの？作ってないのに。しーちゃんのために泣いたの。優しい。演技なの？嘘泣き？しーちゃんがかわいそうと思ったの？本気泣き？本気で？本気泣きだったの。ほら、優しい。意味はすごいね。意味本気泣きできる。だけど今さっきね、涙出したから今できる。今はね。怖いわ。怖いわ。しょうちゃんはどうしたの？どうして怖いの？騙されちゃった。泣き真似できなかったか。しょうちゃんはね、正直な子だからね。しょうがない、しょうがない。リミはいいんだよ。はい。リミはそれが。怖い。グミ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 ベア。サンディー。